けにしないんだよ。よっしゃー、く来たね。いちごちゃん、レンジちゃん、おもてなしするよ。おいっと、おいっと、ローズなんで、おいっと、おいっと。あんたらを腹いっぱいにさせる。ここで腹いっぱいになることさ。すっげーじゃねえか、おい。食べっぷりだ。あたしはデザート作ってくる。なんだこりゃ。ごく悪い見た目からは想像もつかない、すごく。怪我が治りゃ腹が減る。どれも当たり前の流れだ。副隊長ともなるとさすがだね。はい、できてるじゃないかい。やってることは普通の修行までの準備の方のスケールでやってるってだけのこと。精霊艇での治療とも食とも分かったらとっととデザートを。あんた誰だよ。ああ、私は料理作るの。作り出したのは仮の魂一根岩が作られた。今までとは別次元の霊圧が宿ってるはず。次の鳳凰殿の二枚や王へ苦闘を作った男だよ。